今回はマダムを使った切り子炭の作り方を紹介します。小さな鉄板切り子炭を売りよりもリーズナブルなじゃがいもで作ってみました。ピリッとした辛みについたソースとポテトの相性は最高ですよ。それでは作っていきましょう。じゃがいもは中くらいのものを3個使います。切り方はお好みでいいですが、今回はカレーで使うのと同じようにカットしました。材料はじゃがいも3個、生姜みじん大さじ2、にんにくみじん大さじ2、玉ねぎみじん大さじ3とチリソース。チリソースのレシピは概要欄に書いておきます。鍋に油を入れ、180度の高温に温めます。しっかりと水を切ったじゃがいもに片栗粉を薄くまぶしておきます。このまま素揚げするよりも少し粉をまぶしておくことでソースが絡みやすくなります。逆に粉が入りすぎるとボテボテになるので注意しましょう。油の温度が高まったらじゃがいもを入れ揚げていきます。このまま表面が固まるまで箸などで触らないようにして揚げていきます。大体1分30秒くらいで表面が固まってきます。揚げるのが大変な方はレンジで火を通してからフライパンで焼く方法でもいいと思います。じゃがいもの表面が固まってきたらお玉などを使ってほぐしていきます。ちょっとついて固まっていたものがゆでたら、さらにここから2分くらい揚げていき、火を通していきます。じゃがいもが軽く浮き上がってきて、表面がカリッとしてきていたら揚げ上がりの合図です。鍋に大さじ2の油を入れ、にんにく、生姜、玉ねぎを入れ炒めていきます。炒めていると玉ねぎなどが油を吸っていくので、さらに大さじ1の油をプラスして炒めていきます。このくらいまで炒めたらチリソースを入れていきます。チリソースを入れたら強火にしてソースをしっかりと炒めていきます。ここでよく炒めることで豆板醤の甘みが出たアルコールを飛ばすカップの旨味を引き出すことができます。このくらいまで炒めたら揚げたじゃがいもを入れ絡めていきます。全体的に絡まってくれば完成です。さらに盛り付けます。これでじゃがいものチリソース煮の出来上がりです。みじん切りの野菜がソースと一体となり、じゃがいもだけでも満足できる一品になっています。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。